パクパ。はい、マリックが来た。さあ今日も、不思議な超魔術の世界を楽しんでいただこうと思います。まずこれアクリル板ね、よくテレビの番組などで見かけると思います。もうこれがあるからこうコロナもねこれにぶつかってこちらへ飛ばないという、ずいぶんまたこれ見てください、これこんなに飛んでますけどコロナ菌、これはまずいですね。こういう時はもうコロナ菌をこうして吹けば当然消えてきます。あ、これで 安心ですね。このようにコロナ菌は、ここについたものは消毒で消すことができます。そこで今日はコロナ菌を私はハンドパワーで信じられない現象を起こしてご覧に入れます。ちょっとユーリ、はい、今日来てくれましたので、はい、はい、ユーリです。ユーリです、よろしくお願いします今日は見たこともないことをご覧に入れました。これは見たことないですね。コロナ菌を使って超魔術をご覧に入れます。はい、今いっぱいついてますよね。いっぱいついてますね。またこっちからかかってるからそっちには抜けてませんから、はい、今から一つだけこのアクリル板を貫通させてみたいと思います。それで、私がこうして一つずつ指さしてきますから、刺すたびにはいはいと言ってきますから、はい、後ろ向いてて好きなところでストップ言ってください。わかりました。いつでもいいですか。はい、はい、一つだけちょっと選びたいと思います。後ろ向いててください。はい、ではいきますよ。はい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 、見てましたね皆さん。こっち見てください。このコロナ菌、はい、これ選んじゃいましたよ。これ選びましたか。はい、選んじゃいましたよ。はい、じゃあコロナ菌を順番に消していきたいと思います。見ててください、はい、まずこれを消していきますね、はい、これ選んだんでしょ。これ選びました、ね、これも消していきますね、はい、これ消しておきますね、はい、これ消しておきますね、はい、これ消しておきますね、はい、はい、綺麗に消えましたね。消えました、はい、ここから見ててください、はい、コロナ菌がこのアクリル板を貫通したんです。よく見ててください。これちょっと消してみてください。いいですか。はい、消えないんです、ここからですよ。人差し指伸ばして、はい、後ろ側で、後ろ側のこちら側の、はい、皆さん分かるようにゆっくり触ってみてください。これですか、はい、いいですか、触りますよ、はい、あ、コロナ菌ついた、ついた、ついた、あー、危ない危ない危ない、消してこないで、危ない、すごい、え、触っていいですか、触って消しちゃってください。あ、え、アクリル板を貫通しましたよ、コロナ菌が。菌まみれですけど。はいはい、大丈夫です。すごい。はい、完璧にアクリル板を貫通させてしまいました。という、もう新型コロナが流行って作り上げた超魔術でございました。ハンドパ